カラマーゾフの兄弟ドストエフスキー前回の続きからですどうせろくでもない悪党だろうよどうもそれが一番確からしいやどうせみんな悪党なのさだがラキイチのやつは潜り込むぜラキイチのやつはどんな隙間でも潜り込むんだ あいつもベルナールの同類だよへベルナールどもめよくもこんなにうじゃうじゃ増えたものだ一体どうしたんですかと有吉ャがしつこく尋ねた「キャッツは俺のことや俺の事件のことを論文に書いて分断へ名乗り上げようと思ってやがるんだよそのために俺のとこへ来るんだそれは自分でもそう言ってやがるんだよ」 何か傾向的なもののを書きたがっているのさ。彼は殺さざるを得なかった環境のために虫ばばれたからであるってなことをさ俺に話して聞かせたよ社会主義の色づけをするんだってさ、うん、勝手にしろだ社会主義の色づけがしたきゃするさそんなことはどうでもいいやあいつはイワンを好かないで憎んでいるんだお前に対しても容赦はないよ でも俺ががあいつを追っ払わないのは、やつが利口だからだ。だがあいつ恐ろしく高ぶりやがるんだ今も俺は言ってのけてやったカラマゾフ一族は卑劣感じゃない哲学者だ真のロシア人はみんな哲学者だったからなだがお前なんざ学問はあっても哲学者じゃない先民だってねすると変に毒々しくニヤリと笑いやがったよで俺は奴に言ってやったよ 思想のうまいしゃれだろ少なくとも俺も古典主義に入ったのさみーちゃんは急に笑い出した「どうして兄さんはもうおしまいになったんです今そう言ったでしょ」とアリオシャが遮った「どうして俺がおしまいになったかってふむ、実はな一言にして尽くせば」 神様がかわいそうになったのさそれだからさどうして神様がかわいそうなのまあ、考えてもみろよそれはね神経の中なんだよ頭の中のさそこに変なしっぽみたいなものがあるんだつまり神経にそのしっぽがあるんだよところがそのしっぽがピリピリと震えるってとつまりいいかい俺が何かを目で見るとするだろうそうするとそいつがピリピリと震えだすんだよ つまりその尻尾がそんなふうに震えるってと映像が現れるんだよすぐに現れるんじゃないちょっと一瞬間一秒間経ってからだそこにある刹那が現れるんだいや刹那じゃないチェ刹那なんかどうでもいいそこで映像がつまりある物証というか事件というかチな何だっていいやそれが現れる そこで俺は観察もするし、それから考えもするんだ。というのは、尻尾があるからで、決して俺に霊魂があるからじゃないんだ。俺はそうなると、一種の映像みたいなものだからな。みんな実にバカバカしいことだとさ。これは昨日、ラキーチンのやつ、俺に話して聞かせたことなんだよ。それを聞くと、俺はまるでやけどでもしたような気がしたよ。ありょうしゃ、これは立派な学問だよ。新しい人間が。 どどしどし出てくる。る。それは俺にもわかるだがやっぱり神様がかわいそうなんだよ。いやそれでいいんですよ。と有吉が言った神様がかわいそうだってことがかい科学だよ。なあ兄弟科学だよ。どうも仕方がないのさ。お坊さん少し横へ寄ってください。科学がやってきたからな。ラッキーチンは神様を好いてないよ。いやとても好かないんだ。 これののの連中の最大の弱点だよ。しかしやつらはそれを隠しているんだ偽っているんだ知らんふりをしているんだ「どうだね君は評論部でもそれで押し通すつもりかね」って俺が聞くとやつはいや公然とはやらせてくれまいと言って笑ってるのさそこで俺は聞いたじゃあ一体どうなるんだね人間はどうなるってんだよ神も来世もないとしたらさしてみると人間は何をしても構わないってわけだね すると、じゃあ君はそれを知らなかったのかいというのさ。そして笑ってやがるんだ。利口な人間には何だってできるよ。利口な人間は上手にエビを捕まえることができるものさ。ところが君は人殺しをしたが、うまうまと引っかかって眼獄の中で朽ち果てるんだよ。奴め、小俺に向かって抜かしやがるんだ。正真正銘の豚ダ野郎だ。以前の俺ならあんな奴つ,つまみ出してくれたのだが、今は黙って聞いてやるんだ。 「あいつはなかなかうまいことをいろいろ言うし筆も達者だ」「あいつは1週間ほど前俺に論文を1つ読んで聞かせたがねその時俺は産行だけわざわざ書きつけておいたんだ待てよそらこれだ」「ミーちゃんは急いで道着のポケットから1枚の紙を取り出して読み上げた」「この問題を解決せんがためにはまず第一に事故の人格を」 事故の現実とと垂直に置くことを要すどうだわかるかいいやわかりませんね。と有用者が言った彼は好奇の目でみーちゃんを見守りながらその言葉に耳を傾けた「俺にもわからないのさ曖昧で不明瞭だがその代わり気が利いてるよみんな今はこんな書き方をするんだよだって周囲がこういう風なんだからね」って言うのさ あいつには周囲が怖いんだよ。詩も書いているんだ。恥知らずなやつったら、ホフラーカーの足を歌ってるんだよ。はっは僕も聞きましたよ。と、アリオシャが言った。聞いたってじゃあその詩も聞いたのかいいいえ。俺の手元にあるよ。一つ読んでみようか。お前にはまだ話さなかったから知るまいが。 これには「やつは悪いやつだ」「3週間前のことやつめ俺をからこうと思いやがってね」「君はバカなたった3,000ルーブルやそこいろのためにうまうま引っかかってしまったが僕は15万ルーブルくらいせしめてある未亡人と結婚してメテルブルクで石造りの家を買うんだぜ」そんなことを言ってホフラーコワに取り入ってることを俺に話したがね あの女は若い自分から利口じゃなかったが40になったらまるっきりバカになってしまったと言っていたよだが恐ろしく感傷的な女さ俺はそこを狙ってあれをものにするんだよ結婚したらペテルブルクへ連れていって新聞を発刊するんだそう言いながら汚らしいミだれなよだれを垂らして嫌がるんだそれもホフラーコワニじゃなくってその15万ルーブルによだれを垂らしているんだよ 毎日毎日俺のところへやってきてご丁寧に念を押しやがるんだきっとものにしてみせるってさもうニヤニヤえつにってやがるのさところがふいにやっこさん追い出されちまったんだあのペルホーチンにしてやられたわけだよペルホーチンのやつなかなか味をやるぜつまりラキーチンは恩出されるためにあのバカな女をせっぷんしたようなもんさやつは俺のところへやってきた折にあの詩を作ったんだ 初めて柄にもない詩を書くんだよ。女を垂らし込むためにはいわば公益のためだよあのバカ女の財産を巻き上げて口実を大いに社会のために尽くすんだからねだとさやつらはどんな下劣なことにも社会のためを振り回しおるんだそれでも君のプーシキンよりはよく書いたつもりだよだって僕はこの滑稽詞の中へ公民的悲哀を織り込んだのだからねって言うんだ なるほどプーシキンについて言っていることは俺にもわかるさもし本当に才能のある人間だったらあんな足のことばかり書くはずがないさそれでいてやっこさんろくでもないヤクザな詩を鼻に駆け下ることと言ったらあの連中のうぬぼれと来たら全く驚きったものさ我が恋人のやめる足の回遊を祈りてこれがやつの考え出した台なんだよ隅に置けないやつさ ああ、なんというこの足よちょっと腫れているこの足よ医者にかかって領地をすれば包帯ぐるぐる足を悲しむことはない足の歌ならプーシキン私は頭が悲しいばかり足らぬ頭の悟りの悪さ少しくらいは分かったと思えば足が邪魔をする早く治れよこの足よ何も悟りはできなんだ 豚だよよよ豚豚だだだ正正真正銘の豚だよだが悪透明なかなか面白く作りおったぜなるほど公民的悲哀も織り込んであるわいけど追っ払われた時さぞ怒ったろうな歯ぎしりを噛んだことだろうってもうその復讐はしましたよと有吉が言った「オフラーコは夫人のことを新聞に投書したんです」。 アリョシャは風文に載っていた通信記事のことを手短に話した「そいつはやつの細工だよやつのやりそうなことだ」とミーチャは渋い顔をして相ぞちを打った「それはやつだよその当初は俺だってわかるさ」どうせひれ付き回ることを書き負ったんだろう例えばグルーシェンカのことでもそれからあの女のことも母ちゃんのふむ 彼は心もそそろに部屋を横切った「兄さん僕は長くいられないんです」としばらく黙っていた両者が言った「明日は兄さんにとって本当に恐ろしい重大な日じゃありませんか兄さんに対して神様の審判が行われる日じゃありませんかそれなのに兄さんは平気で歩き回ったり用もないのにくだらないことばかりしゃべってるんだもの」 僕驚いてしまういや驚くことはないよ。とみーちゃんは熱くなって遮った「何かあの花持ちならん犬の話でもしろ」というのかいえあの人殺しのことをさやつのことならもう十分に話し合ったじゃないかあの花持ちのならんスメルジャーシチャヤの息子のことならもう話したかないよ。神様があいつを殺してくださるよ。 と今に見ろ。だが黙っているんだぜ。ミーチャは興奮してアリュシャに近づくといきなり彼に接吻したその目は燃え立っていた「ラキーチンにはこれがわからないんだよ」と彼はひどく有頂点になって話し出した「だがお前はお前には何もかもわかるだろう」。 だから俺はお前に会いたくてたまらなかったんだよ。実はね俺はとうとうこのハゲッチョウの壁の中でお前に話そう話そうと思っていながら一番肝心なことを黙っていたんだ。まだその時期が来ないような気がしていたからさ。だがとうとうその時が来たからお前に胸の中をすっかりぶちまけるよ。なあ兄弟俺はこの二月の間に自分の中に新しい人間を感じ始めたんだ。 俺の中に新しい人間が,よみがえったんだ。これは俺の中に固く閉じ込められていてもし今度のような大打撃がなかったら永久に外へ現れずに終わったことだろう恐ろしいことだよ20年の間鉱山へやられてついを振って鉱石を掘ることが何だろうそんなことはちっとも恐ろしくはない今俺はもっと別なことが恐ろしいんだこのせっかくよみがえった人間が 俺から離れ去るのが恐ろしいんだ。俺はあちらの高山の地の底でも自分と同じ露刑囚や人殺しの間で人間の心を発見して彼らと親しみ合うこともできるのだ。だってそこでも生活をしたり愛したり苦しんだりすることはできるのだからさ。俺はそうした露刑囚の中に凍えた心をよみがえらせ幾年でも彼らのために尽くしてついにはその洞窟の中から。 高尚なな魂や教的な精神を世の中へ送り出すことができるんだ天使を生み英雄を蘇らすことができるんだそうした人間がざらにいる何百人といるそして俺たちはみんな彼らに対して責任があるのだどうして俺はあの折あんな瞬間に赤ん坊の夢なんか見たんだろうなぜ赤ん坊はこう惨めだろうこれがあの瞬間 俺にとっては予言だだ。ったんだ俺はその赤ん坊のために行くよ。だってみんながすべての人に対して責任があるんだ。すべての赤ん坊に対して責任があるんだ。小さい子供もあれば大きい子供ももあるからさ。誰もかもが赤ん坊なんだよ。俺はすべての人のために行かなければならないからさ。俺は親父なんか殺しはしなかったけれど行くよ。引き受けたよ。 俺はこのげっちょろな壁の中でこういうことを考えついたんだ。まったくああいう人間はざらにいるよ。地の底でついを手に握った連中は何百人といるんだよ。ああそうだ俺たちは腐れにつながれるんだ。そして自由がなくなるんだ。けれどその時俺たちはその大きな悲しみの中で再び歓喜によみがえるんだ。それなくしては人間は生きてゆくことはできないんだ。 神は存在するよだって神は喜びを与えるのだからなそれが神の偉大なる特権なんだよああ人間は常に祈りに身を捧げなければならないあんな地の底でどうして俺が神なしで暮らすことができようラキイ人の言うことなんか嘘だよもしも神を地上から追い払ったら俺たちは地の下で神に出会うさ囚人が神なしに生きていくことは不可能だ囚人でないものより 一層それは不可能だだから俺たち地下の人間は地の体内から喜びのつかさなる神に向かって悲壮な賛美歌を歌おう神とその喜びに栄えあれ俺は神を愛するミーちゃんはほとんど息もつかずにこの奇怪な物語を続けた顔は蒼白になり唇は震え目からは涙がさんさんとして流れていた ううん、生活は満ち満ちている生活は地の下にもあるよ」と彼は再び語り出した「アレクセお前にはとても信じられまいが俺は今どんなに行きたいと思っていることだろうこのハゲッチョロの壁の中でどんなに生存と意識に対する渇望が俺の心中に生まれたことだろうラキーチンにはそれがわからないんだよ」やつは家を建てて、 いいさえりゃんだだが俺はお前を待っていたんだよ。それに一体苦しみが何なんだい俺はたとえ数限りない苦しみが襲ってきても恐れないぞ。前には恐れたが今はもう怖くないんだ。でね俺は法廷でも答弁はしないかもしれん。今俺の中にはこうした力が満ち溢れていて俺は全てを全ての苦痛を征服して。 いついかなる場合にも自分に向かってただ「我存在す」と言いたいんだいくらの苦しみの中にも俺は存在する拷問のせめくにさいなまれながらも俺は存在するんだ卓中の上にかけられながらも俺は存在して太陽を仰いでいるたとえ見なくても太陽のあることを知っている太陽のあることを知るのが鳥も直さず全生命なんだよ アリオシャ俺の天使俺はいろいろ哲学に縛られているんだ哲学なんて消えてなくなれだあのイワンのやつはイワン兄さんがどうかしたんですかとアリョシャが遮ったけれどミーちゃはろくろく耳を貸そうともしなかったなあ俺は前にはこんな疑惑をちっとも抱いていなかったんだそんなものはみんな俺の内部に潜んでいたんだよ と俺の身内で自分にもわからない思想が暴れすさんでいたために俺は酒に酔っ払ったり喧嘩をしたり乱暴を働いたりしたのかもしれないよ。俺が喧嘩をしたのは自分の内部にあるこの思想をなだめるためだったんだ。沈めて押さえつけるためだったんだ。イワンはラキーチンと違って思想を隠している。イワンはソフィンクスで黙りこくっている。だが俺は神のことで苦しんでいるのだ。 ただだだ。これだけが俺を苦しみているのだもしも神がなかったらどうだろうもしもラキーチの言うことが正しかったらそれは人類が作り上げた人為的な観念に過ぎないではないかもしそうで神が実在しなければ人間は地上の支配者だ宇宙の主権者だ素晴らしいじゃないかだが人間に神がなかったらどうして善行ができるだろうこれが問題だ 俺は始終これを考えるんだよ。だってそうなったら人間は誰を愛したらいいんだ誰に感謝するんだ誰に対して賛美歌を歌うんだラキーチのやつは笑ってやがるんだ神はなくても人類を愛しいるとやつは言うんだだがそれはあの放ったれのしわくちゃ野郎が主張することで俺にはとんと腹へ入らないよラキーチにとっては生活というものが実に陽気なんだ やつは今日も俺に向かって公民権の拡張に奔走するんだよ。出なければ牛肉の値段が上がらないように骨折るさ。人類に愛を示そうと思えばこの方が哲学なんかよりはるかに簡単で近道だ。なんて言うんだよ。で俺はそれに対して「神がなかったら君は手当たり次第牛肉の値上げを図るだろう。そして一個ペーカで1ルーブルくらい儲けるだろう」って。するとやつひどく腹を立ておった。 じゃあ善行というのは一体何なんだいアレクセイ一つ教えてくれよこの俺に一つの善行がありシナ人には他の善行があるつまり善行は相対的なものなんだそれとも違うかい相対的なものではないのかい厄介な問題だよこんなことを話しても笑わんでくれ俺はこの問題のために二晩も眠れなかったんだ今の俺には世間のやつらが平気で暮らしていて このことをちっとも考えないのが不思議でしょうがないんだ。空虚だよ。イワンは神を持っていない。あれは思想を持っている。俺なんかにはとても手に負えないがね。しかしあれは黙っている。どうもあれは教材組合員らしいよ。何を聞いても黙っているからな。あれの H の世界を一目覗いてやろうと思ったんだがやはり黙っているんだ。 それでもたった一度口を聞いたことがある。どんなことを言いましたあ両者はすかさず尋ねた。